こんにちは、沼です。パワープルアプリやっていきます。今回はバンプ高校で二股球速4いきたいと思います。早速いきましょう。今回友達スタンプとお守りを持ってきています。イベントデッキこんな感じです。須藤、カミラ、キバくん、ナルミヤ、イカリで、ビビちゃんと。ハイスピンの爆速で、なんとか160キロ以上のピッチャーを作れればなという感じですね。お遊び会です。行きましょう。で、そうだな。まあ、できたら170を目指したいんですが、どうでしょうね。球速5にした方がいいのか、まあ、彼女を入れないで球速6にした方がいいのか。まずは、彼女を2人入れてバランスいい選手を作れればなと思ってます。九州ね。はい、二人。お、いいですね、二人。刺激もいいですね。まだ、友情タクは組めてないんで、なんとも言えないんですけど。ナイス。うん、メンタルにするか。刺激。うん、鳴海へ行きましょうか。勝ち運取るか。まあ、勝ち運くらいはね、取ってあげてね。変化ポイントあってよかった。うん、打たれ強さ。おお、いいですね。流血しましょう。うん、ナイス。チームメイトだな。うん、そろそろ上げていきたいですけどね、彼女たちも。神谷は勝手に会ってってくれないのかな。うん、牙が行きそうですね。休むかな。まあ最大値あげますか。うん、ラブと。おお、いいっすね。これは行きたい。よし、でビビ通せよ。全然変ね。おいおいおい、来ない来ない来ない。あーんと、足りてるからエゴでいいか。うん、いいでしょう。須藤も行きたいけど、さすがにこれはこっちでいいでしょう。刺激コイン。ナイス。球速骨がまだきついな。うん、なかなか出ていますね。お、やべえ、誰も刺激できねえ。スカウトしか刺激できねえ。実行できません。実行できません。つらいな。こうなるのか。刺激も考えもんですね。ダメージ食らうか、須藤を貼り付けるか。須藤を貼り付けるしかない、ね、
で貼り付けた須藤をさっさと評価上げてって、まずいぞこれ。うん、間に合って、闇に生きるものを、あーもうイベント終了させようかな。半端ないくれますねポイント。ビビ行くか。まあしゃあないでしょう。荒波を貫け、やばいぞ。あと3周特訓につけう。急速骨が1手に入りました。うん、キバビビ行きますか。強奪間に合え。オッケー、ナイスビビー、信じてました。ヘイヘイ、ナイス。ナルミア行く？シェイキーになりそうだしな。うわー、吸収。あー、これどうで行けばいいんだろうな。パンプ高校ね。パンプ高校ね。これ未だに覚えらんないですね。そんなに回数こなしないんで。パンプ高校さんの。ちょっと待ってください。ポンプ高校のランダムイベント。で、どれにしたいかな？強化か刺激にしたいけどな、できたら。何型にすればいいんだか。アイズカで強化にできるな。夜。興奮しない。平気。うん、しゃあない、下がるけど。もうこの状態ですからね。強化がうまくいけてんな。140。強っ。技術もらうか、これ。筋力は入りますからね。あとは刺激してバンバン二股の魅力を生かしてデートしていく感じかな。一人、うん、デートですね。一人だった。うん、休息骨欲しいな。あとは今評価10下げたので、カミラちゃんの。結構上げていかないときついかもしれないですね。おー、なんとか間に合ったぜ。付き合うよ。ナイス。勝ち。まあ、OK、OK。まあいいでしょ。ほんで、やることないと。うわ、違うんだな。出た。おう、ビビ。うん、これは行くべきですね。リリースと。頼むぜ、守るくん。1個でいい。1個くれ、とりあえず。ガツン。魅了して肩が痛んでいく。
おいおいおい、いらん、一番いらんわ。やる気が下がっていく。行くとこないと。ビビにするか。デリア。やべえ。ちょっとそろそろイベントでも完走しそうだな。まずいぞーと。ガンストしそうだぞーと。うん、もうガンストするな。900。うん、まあいいでしょう。行きましょう。刺激。刺激。うおー、まあ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 。ノーダー三振。急速意味ないな、伸ばしても。コントロールで技術もやりましょう。変化の良かったかな。うん、結構出てますね。やばい、ほんと急速骨欲しい。おーい、ナイス。ナイスすぎるけど、筋力ばっか入るな。もう荒れるか、仕方ねえな。150ぐらいだったかな。おお、間違った。160か。まあ、大丈夫でしょう。わがまま言うなかな。で変化ですね。じゃあ急速骨この2人で取れないとおかしいぞ。ブラッドタック強いな。行くか。強奪。強奪するか。ハドリ先行。どれ行けばいいんだこれ。ですね。お、刺激にできるな、カトリリキって。いやー、守るくんですか。無理くり行くか。いやー、さすがに重いな。魅力っぽいよ。よーし、ナイス。これはもう言っていいでしょ。分かったよ、分からない。魅了になるのか。まあしゃあない、上行くしかないよこれ。から行くか。上げとかないと。ファミラー行くかな。誰だ。弾落ち。まあいいでしょう。ガグラもいないですからね。ちょっと変えとかんとやばいぞ。
やべやべやべ、ちょっとやべ。属性変えたいな。これでシャッフルするか。魅了。ちょ、魅了じゃどうしようもないぞ。まずい。うわ、これで騎馬で耐えるしかないな。コントロールなんでなんとかいけないかな。強奪。ナイス。これはコンピューターに任しちゃいましょう。160くらいはいけそうな気するんだけど、現状でも155までいけますからね。結構技術頑張ってるな、本当に。あんま使うとまずいかもな。とりあえずこれでいきますか。刺激でバシバシッとタック急速重ねないとかなりきつそうっすね。試合は負けていく。ここまでほぼほぼ順調ではあるんですけどね、本当にあとは球速もうちょっと刺激で固めないときつそうだなっていう印象ですね。ねえ、ナルミヤって怒りでいいだろ。奪三振いいか、技術使うしな。タイピンのコツめちゃくちゃ使うな。タイピンと対強打者一人須藤騎馬。こっち行くか。伸びが欲しいんじゃない、球速を伸ばしたいんだ。もうデートしましょう。で、これどれに行けば正解なんだ。急速筋力足んないぞ。なので筋力に行きたいですと。伸び子作れるのかこれ、すごいな。精神ね、伸びと1と精神か。じゃあいいか、緩急もらいましょう。失礼しました。失礼しました。喉になんか詰まりました。行きましょうか。もうあげるか、さすがに。パワーウェイト。150にはしますか。怒り来ましたから。ドン、一人。ただ刺激狙える。ようやくやりたいことができますね、これで。一人パスデート。ビビでいいかな。まあそれなりに出てますね、悪くない。爆速ストレートってダサいよな。マジか、それは守るでいきたいけど耐えろ。さあ、あと1回だぞ。よし、ナイス。よく固まった。2人、1人か。くそ。まあまあ、しゃあない。よっしゃ、タックし放題。
お、爆速いくかもな。いやー、一人ね。一人だったらいいんだよな、別に。休もうかな。なるみや行きますか、メンタルで。よし、狙い通り。お、いやいや、やめて。バシーン、二人。頼む。急速骨終わろう。いい加減終わろう。よし、終わり。で、もし162まで乗ったぞ。休むだな。お、来た。162キロできました。さすがに行くだろう。さすがにね。え、本当に。おう、てめえが投げ方を覚えるまでつけっきりで特訓してやるぜ。あれ？おお！爆速ストレート覚えました。マジか。絶対あれの流れだと思ったけどな。バシッ、牙。刺激。刺激ぽい。ナイス。これあるぞ。まあ、しゃあないね。これ全然あるぞ。一人か。じゃあ、休んで。でも、刺激、気はしといてもいいんだよな。うん。気はくんしといてもいいんですよね。次、からだったらやばいですしね。気は固めちゃうか。いやいや、さすがに、もう一旦待とう。ビビを終わらせます。で、最悪、カミラちゃんは終わらせなくてもいいっていう感じでいきます。ナイス！大回復。うわっ！クラクラしてしまったー。うん。これがあるから気をつけましょうって感じですね。ちょっと足んなかったか。デートダメだったか。で、変化。スプリットとか覚えるか。うわー、今の痛えなー。20下がりか。もうスプリットとサークルチェンジ。まあ、2球種ぐらい覚えとけばいいだろう。くっそ、爆速覚えたからな。行きたいぞ、これ。やる気？デートどうするか。いやー、やる気だろうな。初戦は柵でいいんじゃないですか。リリーフ。ちょ、頼むぜ。頑張れ。せっかく爆速覚えたんだから。お待たせいたしました。うわ、やい。お、いいぞ。負ける前に回ってきた。いや、まさかの爆速だな。さあ、ここだか。緩急も取っていいかもな。結構技術本当に入ってますからね。うわぁ、うわぁ。これ僕のせいかよ。ひどい。いや、まあこういう回もあると。で、せっかく爆速覚えたんで、これは動画出そうかなと思ってます。中継ぎ。ちょ、待って、スカウト足りてないぞ。ちょ、待って、エピローグ入らないんだが。
いやー、166は乗ってましたね。2人分なんでね。くっそ、なにこれ。170あったかもな。うわー、うわ、これは悔しいな。うわー、うわー、ちょっとこれは悔しいんで、あのネタ買い認定で出そうと思います。いや、これ、マジで？うわー、強すぎるわ、ジャスミン。はい、せっかくの爆速持ちでしたが、残念ながら、ジャスミン、高校にぶち殺されてしまいました。うわ、もう、この流れで、うわーと、いやー。爆速本当に50回に1回ですからね。絶対アレーだと思いましたけどね。マジか。いや、バンプ高校つらいな。やる気上げたんだけどな、試合前に。ちょっとおかしいですね。何かが動きましたね。はい、ぜひぜひ慰めコメントお待ちしております。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また、Twitter のアカウント名と、まとめサイトの直リンクをコメント欄に書いておきますので、もし遊びに来ていただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。